今日なんですけれども試乗の機会をいただきまして、こちらの方のトヨタのベルファイアの Z プレミアのハイブリッドになります。ベルファイアは私これ実物見るのが実は初めてでして、まあ、乗ってみるのも初めてなんですけれども、非常に興味深いなということで、いつもはですねノアボクシーの90系のハイブリッド乗ってるんで、まあ、その車との違いですねの観点で久しぶりに車のインプレッションを皆様にお伝えしていきたいと思います、ね、簡単にスペック紹介ですね。もう何度も見ていらっしゃる方多いと思うのでくどいようで申し訳ないんですけれども、まあ、試乗の前この仕様ですね、どういった車かっていうことをまず簡単に見ていきたいと思うんですけど、まずこちらの方がタイヤが、スポーツマックスですね、ダンロップのタイヤが入っております。で、まあ、乗り心地を語る上でやっぱりこの辺のサイズですよね、知っておかなければならないということで、225の号高の19ということになっておりますね。で、もちろんリアに関しても同じサイズになっていると思います。225の55の19ということで、こちらの方はハイブリッドなんですけれども、まあ、トヨタもロゴがねプリウスになってから変わりましたけれども、通常のハイブリッドなので FF の車になるということになります。またですね、車の走りとは関係ないんですけれども、この間このスライドドアのオープナーキットを紹介したんですけど、アルファードベルファイアってこのようにもうこの時点で、こうやってね行きたいところ、スライドドアの動かしたいところにこのような形でちゃんと前後にこういう形で設定ができるっていうことですね。これが通常のノアボクシーとかにはついてないということです。で、まあ、この辺にノアボクシーに関してはこの間ご紹介したスライドドアキットというのを取り付けたというわけになります。で、さらにね、これハイライトというか、私も初めて見たんですけど、こちらですね。この、フリップダウンモニター。これ、初めて私も見まして、ノアボクシーの方がインチが大きいものになっていて、もともとノアボクシーのものが付くはずだったんですけれども、製造工場が破綻してしまって、別のものが付くようになったということで、サイズが少し小さくなっている。ここですね。フレームレスっぽくなくなっちゃったっていうところですね。これね、結構賛否両論分かれるんじゃないかなっていう感じで、なんかこう見ていただくと、このアルファードに今一つちょっとこう合わないような、でノアボクシーに関してはかなりこうここのねフレームレスではないんですけども、フレームレスに近いような、でここのところのモニターについても艶が出てるんですけど、これはねそうじゃないものになっております。まあ、こういった車になりますので、後ほどこちらの方のまあ、目的はねちょっとガジェットをですね、今回レビューするということで、こちらの方をお借りしております。はい、今日なんですけれども、初めて私、こちらのベルファイアのハイブリッド、Z プレミアですね。これ FF の車になるんですけど、こちらの方ですね、試乗を少しさせていただこうかと思います。主にですね、こちらの車は、比較対象はやはり、ノアボクシーですね。私、ノアボクシー普段、足車として使って乗ってますので、まあ、それとの違いの観点でご紹介ができたらなと思います。で、ついている装備はですね、基本的にこれベルファイアで、これはベルファイアですね。アルファードになりますとオプションでノアボクシーについての装備とかもあったりするんですが、これはもう完璧にフル装備の車になっておりますので、ついている装備は私の乗っている90系のノアボクシーのオプションと変わらないものになっています。で、違うところはですね、これパドルシフトがついていて、ノアボクシーの場合ですとパドルシフトないんですね。で、これおそらくこう回生の調整をするためのパドルだと思うんですけど、ホンダの車にはこれハイブリッド、アコードハイブリッドとかにもついたりしますけれども、回生の、そうですね、回生力を高めるためのこのパドルになっております。で、特にこうギアのこう操作をするとかそういったもので使うためのものではないということですね。あとこの辺の、ノブですね、これもボクシーのハイブリッドとちょっと色違いのところがありますけど、基本的には同じものになっているということですね。で、乗った印象としてはね、まずね思ったんですけど、このステアリングですね、このインターフェースの部分なんですけど、ちょっと
ターフェースの部分なんですけれども、ステアリングはね結構違和感がなくて、おそらくこれノアボクシーと同じような径のステアリングになっていると思います。すごくこう小径のステアリングですごく握りやすい。でノアボクと違うところでやっぱ差別化されているところっていうのはここの辺ですよね。このパネルが使われている、木目状のパネルが使われているっていうところもあって、少しこう重厚感の高い差別化が図られているような、そういった形になってますね。でも全然なんかこう安っぽさっていうか、このコーン周りのデザインとかはノアボクシーとは全く違うものになってますけど、全くこう何て言うんですかね、これはこれですごくいい雰囲気を持ったデザインになってるかなと思いますね。で今ちょっと信号の待ちの状態にはなってるんですけれども、今エアコン入れてて今日結構暑いんですよね。なのでハイブリッド今止まってる状態ではあるんですけれども、今エンジン自体はかかりっぱなしの状態になっているという状況ですね。でこれ今止まってる状態なんですけど、音に関してなんですけど、やっぱこれエンジン の放射音ですよね。そこすごく気になるところかと思いますし、今これちょうど発信しましたけれども、これ、ね、入ってくる感じはねそんなにねノアボクシーとね変わらない感じがちょっとしました。まあ、もちろんこう少しは静かになってるなっていう感じっていうのはもちろんあります。エンジン自体が少しこう遠くに行ったかのような感じっていうのはあるんですけれど、全く音がしないかというとそんなことはなくて、止まってる状態でも今少しこう加速して走らせてる状態であっても、やっぱりエンジンのねかかってる音っていうのはこうしますね。だから全くエンジンの音がこう入ってこないっていうようなそういった作りではないということになるかなと思います。でね、あとねこう車自体が結構大きいじゃないですか。これ 2トン超えますよね。乗った感じが ねエージェントが結構、ね、うるさいんですよね。でブレーキ自体もですねかなりしっかりと作り込まれていて、2トン超える車に、ね、乗ってるような感じっていうのが、ね、全くないですね。これ私初めて乗らせて今いただいてるんですけれども、たまにですね重い車ですとブレーキ同じような動力でかけていった時に車がオーバーランスするような感じになっちゃうんですよね。やはりイナーシャがかかって車が止まりにくいっていう状況っていうのが重い車っていうのがあるとは思うんですけど、私もアボクシーもずっと乗ってるんで、もうこの車ともうガチで今相対比較をしながら今ドライブさせていただいてるっていう状態なんですけれども、全くね違和感がないんですね。でもっとねノアボクシーこのアルファードってもっと大きい車なのかなって、まあ、もちろんすごい大きい車なんですけど、ね、びっくりするのはね、ノアボクシー乗っててもこの車にパッと乗り換えたとしてもですね全然ね大きさを感じないってことですよね。そこちょっとねびっくりしちゃいましたね。で前のね30系のアルファードはね結構大きさ感じたんですよね。そうなんですけど、こちらの、ね、40系のこのベルファイアに関しては今のノアボクシーから乗り換えても全くサイズ感をね感じない、そんな感じになってますね。だからすごくね乗りやすいですね。大きさがすごくつかみやすい車により一層なったのかなっていう気がちょっとね私の中で今ね感じてるところで、全然こう乗ってて違和感を感じない、そういったね車作りに、ね、なってるなっていうことをすごくね感じましたね。だからこれ車庫入れとかも普通にここにですね今ディスプレイオーディオありますけど、まあ、ディスプレイオーディオもあるし、でまた、これ、チームメイトですねもうついてますので、まあ、前後のですね衝突のもちろんブレーキっていうのもついてますし、リアの、衝撃検、衝突検知機能っていうのももちろん働くようになっておりますので、全くね怖さを、ね、感じない、まあ、そういったね車になっていますね。で今ちょうどですねやっと少し走り出していたんですけれども、やはりエンジン自体もですね、これ 2.5 だったかな、2.5 だったかと思うんですけど、一つワンクラス上のですね、エンジンが搭載されてるっていうことがあって、やっぱりこの辺のね、走り出し感っていうのがね、やっぱトルクフールですね、やっぱりね。で、ノアボクシーに関しても、私ずっとエコドライブで走ってるんですけれど、まあ、普通の標準モードと、まあ、それからほとんどまあ使わないんですけれど、スポーツモードですね。で、走るとですね、すごくね、ピックアップが良くていいんですけれど、やっぱこう、エンジンがね、すぐにこうね、まあ、ぶん曲がっちゃうっていうところがあります。まあ、ピックアップがすごく良くて、走っててもね、楽しくていいんですけどね。
だから気持ちいい走りをしたいとか、よりこう俊敏な巡行していきたいっていう方にとってはすごくいいです。だからノアボクシーに関しても全く車のその出力、それからモーターのですね、トーク、その辺の物足りなさみたいなものっていうのは全然感じないですね。で今エコ、あで元々ね、さっきのやつは多分標準モードですね。でこれエコですね。でやっぱね、面白いなと思うのはね、ノアボクシーとそんなにね大きくね、こうドライブフィール、エンジンのねこの付き回り方っていうんですかね、トルクのかかり方みたいなものを大きくね、そんなに変わんない気がしますね。でこれエコにすると結構アクセル この回路に関して対して少しこう鈍くなる感じなんですね。まあ、それによって燃費性能が稼げるようになるわけなんですけれども、まあ、より一層ね、もっとこう俊敏に走りたいということなのであれば、まあ、通常のノーマルモードで走るのが一番いいかと思います。でこれで走るとすごく車の重さをね全然ね感じない、イナーシャを全くね感じないんですよ。でモーター自体もゼロからトルクがグッとかかってくれますので、ピッとこう、アクセルを入れるとすぐにこう反応してくれるような、そういった走りをしてくれるので、こういったところなんかはノアボクシーに乗ってこのアルファードに乗り換えたとしても全然ね過不足ないんですね。全くでノアボクの方が軽いですよね。確か1600とか1700ぐらいだったと思うので、300キロぐらいアルファードが車重が重くなっていく車なはずなんですけれども、まあ、エンジン自体がね排気量がやっぱり大きい、積まれているということもあって、モーター自体も軸トルクも非常に高くなっていて、車の重さを全く感じない、ファンのドライブができる。で最近のものはですね、トルクモーターの車は全般的に思うんですけど、こういうですね足で使う車があっても走りがねすごく、ね、楽しいんですよね、なぜか。で僕はね、トヨタの車はずっと乗ってるわけではなくて、どちらかというと欧州の車であったりとか、あとはまあそうですね、ヨーロッパの車ですね、まあ、スポーツカーも含めてやっぱり好きで乗ってるったりもするんですけれども、そういう人間がこの車に乗り換えても全く退屈な車じゃないってところもね、すごく特筆すべきところなんじゃないかなと思います。だからこれそうですね、なんかね初めて乗った時のね、なんかこう BMW みたいなサルンみたいな、音はね残念ながらねサルンではないんですよ。BM ですと直列6気筒のね音であったりとか、あとは AMG であったりとかすると V8 の N6.2 リッターの、G63、C63 ですねとか、まあ、非常にエンジン自体のですねサウンドもものすごく車のその値段相応のサウンドっていうのは聞けるんですけど、まあ、これはねやはり所詮直列4気筒のエンジンでハイブリッドってことになってるので、エンジンそのものから聞こえる音っていうのは、ノアボクシーと大きく変わらないというか、同じですね、音自体は。だからいかにこの車の質感を高めるということで考えたときに、どのように対策していったらいいのかといったときに、まあ、できるだけその音をですね、あまりこう入らないように、車内にこう入ってこないようにするっていう努力をしていく必要っていうのがあると思うんですけれども、完全に先ほど冒頭でディーラーゼルトにお話ししたんですけど、完全にエンジンの音がシャットダウンされているわけではなくて、やはり直列4気筒の音っていうんですか、そこはやっぱりすごく聞こえるし、ノアボクシーによく乗られている方でしたらすごく分かると思うんですけれども、直四のですね、昔ながらのトヨタの直列4気筒のエンジン音ばっかりする。ただ今これメーターがですねタコメーターなんですね、ハイブリッドなんですけど、これタコメーターになっていて、ノアボクシーには付いてない装置の一つになっているかと思うんですけれど、まあ、こういうところからもですね、今どういった状況でドライブしているのかっていうのがすごくよくね分かる。やっぱりインフォメーションもすごく、いろんなインフォメーションがより一層つくようになって、やっぱ車のこう乗る楽しみみたいなのでね、一番違うところはね、このコーナリングですね。やっぱコーナリングに関してはすごくこうね、どっしりしてる感じがやっぱりありますね。でノアボクシーはやはりね、300キロと400キロの車重が違うから、すごくね軽快なんですよ。だから僕ノアボクシーで M カラズミルがずっと昔から好きだったっていうのは、まず違う、2つ違うところがあって、車重とこのアルファードに関しては少し重心高が高いですよね。なのでセッタカナクラスになってきて、より一層こういう車ですと重いじゃないですか。そうすると走りにプラスになる部分っていうのが少なくなっちゃうんですよ。だからそういうところがね、やっぱり僕的にはあまり好きじゃなくて、やっぱり M クラスミニバン、低重心化されてる車の方がいいなっていうところがやっぱりあるんですけど、これはですね、車の重
身の高さみたいなものっていうのがこれすごくね感じにくくなった、交差点曲がりますよね、こうやって曲がっていった時になんかね重さみたいなものがね全く残らない。今の車、今のトヨタの車みんな全般的に言えることなんですけど、あのこう乗ってて足の硬さっていうのはね全然感じないんですよ。足の硬さは全然感じなくて乗り心地がいいんだけれども、ローリングした時の、ダンパーによって車体がしっかりとこうローリングを抑えてくるような、そういったね、あの作りになってる。この先、事故多発路線です。だからすごくですね、こう曲がった時にもしっかりとこうよっこあしょっていう形じゃないんですけど、まあ、重さはもちろんあるんですけどね、ただなんかローリングしてなんか車に酔いそうだなっていうような、そういった感じっていうのも全然ないですし、これまあ FF の車なので限界を立てる時っていうのはアンダーステアがあって前にこうドーンとこう押し出す形でぶつかるケースっていうのが、まあ状況によってはあるということなんですけど、そういったことも、ね、全然ないですね。あのタイヤのグリップもねすごく掴みやすいんです、ものすごく。でより一層ね今感じたところなんですけれど、より一層ですねフマボクシーに比べると、フロントタイヤのねそのグリップですね、そのねインフォメーションっていうのがね伝わる、そういったねスクリーンに、ね、なってますね、これはね。だから結構なんていうの、単なるそのショーカードリブン的な車、なんか移動車として使う車っていうイメージではなくて、これね普通にファミリーカーとして走りを楽しむ車として使うことっていうのはね十分ねできる車になってるなっていう気がねすごくしますね。で乗り心地に関してもですね、ノアボクシーも茅場製のダンパー、で超微低速領域のねダンパーっていうのが可変ダンパーついてるですけど、これもですね、まあ、乗り味的にはね、まあ、クラウンとはまたちょっとね、それとはちょっと違った乗り味で、クラウンに関しては割とこうしっとりとした乗り味になってますよね。なんかこうソファーの上にこう乗ってるようかのような、そういった乗り味になってる車だったんですけど、これはねノアボクシーとねクラウンのねここ間ぐらい の、 乗り味テイストになってるなっていう感じで、結構まあ、トヨタの車いろいろラインナップがあるので、こうラインナップにこ うまくこう乗せる感じで、価格帯にこう乗せる感じで足がねチューニングされてるっていうような、そんなね気がね少しねしますね、だからうまくねやっぱりこう考えられて、まあ当然ね上級グレードの車もあり、下級グレードの車っていうのももちろんあるわけなんですけど、うまくその辺のところをですねしっかりとこう差別化を図ってる、そういった車に、ね、なってるなっていうことをねすごく、ね、感じますね。やっぱりうまいことねしっかりと、ね、作られてる。で僕ここずっと普段から走ってる道になってるんで、ちょっとまだ時間あるので国道の16号に、ね、戻ろうと思うんですけれども、こう結構ね道荒れてるんですよね。で割と舗装路になっててザラザラしてるんですけど、こういうところですね、割とこうザラザラ感というか、路面のねこう悪いなっていうインフォメーションというのもそれなりにこう入ってくる感じ。だから今までのなんかアルファードと違って、もう単に乗り心地がいいとか単に静か出ればいいっていう路線から少し外れていて、ちょっとこうね BMW 寄りになってきた、走りが好きな人に合わせたなんか乗り味になってきてるのかなっていうのをねすごく、ね、感じますね。そういう意味ではだから趣味性の高い車に少しこう走りが変わっていったっていうことをね少しね僕自身が感じていて、まあ逆に僕はそういった車の方が好きなんで、やっぱり好みだったりするわけなんですけれども、そういう意味ではですねやっぱこれね車見ない状況でね商談したんですけど、全然車見ない状況でこれを買ったとしても全くなんていうんですかね、外れがないまんまね、この装備と同じものなんですよ。確か、オレンジ、茶色じゃなかったと思うので、この黒の、表皮のシートで、で、ハイブリッド、Z プレミアっていうことで、で、リアルとか特に何もつけてないというような状況で、で、後ろの、リアモニターだけはつけたっていう仕様なんで、まんまこの仕様のものだったと思うんですけど、これでね、全然ね、良かったなっていうところですね。でただね、やっぱりね、こう、ガーって今、この、ちょっとやっぱね、入ってくるところっていうのがあるかなっていうのはしますね。でもね、まあ、ノアボクシーよりもこうワンクラスってこれ800万ぐらいする車なんで、ノアボクシーに比べると300万ぐらいってなんか高い車
イヤ乗る前にチェックしたんですけども、ダンロップの、何でしたっけ、ランロップのですね、タイヤ履いてて、19インチのタイヤ履いてるんですけれども、まあ、その辺のね、19インチ、台形化の影響っていうのも、まあ、かなりあるかなっていう気はもちろんしてますね。だから、まあ、18インチ仕様のモデルっていうのが、アルファードにはあるんで、まあ、そっちの方が、まあ、より一層、ロードノイズという意味においては入りにくいですし、乗り味もより一層、マイルドな方向になってるんじゃないかなっていうことが、なんか予想されるかなっていう気は、まあ、正直するところかなと思います。まあ、いずれにしましても、こちらのベルファイアに関しては、やはりこう、少しこう、スポーツ志向の強い人に、向いてる車になってるのかなっていう気がね、すごくね、しますね。うん、だから、まあ、イメージ通りに、購入していただければ、全く車の、車を選択した時の、その、当たり外れってあると思うんですけど、全くそういったこともない車になっているんじゃないかなっていうことをね、まずこれ、一発ですね、乗せていただいて、すごく感じたところになりますね。今、これエコモードですね。今がエコモード、標準モード、ノーマルモードですね。これね、スポーツモードってないんですね。だからそこもちょっと違うところですよね。ノアボクシスポーツモードっていうのがあるんで、より走行エンジンがガーッと回るような感じになるんで、かなり車の走りの二面性っていうのがあるんですが、これはもうエコかノーマルかどっちかみたいな感じになってますね。だから、ノーマルで走るのが一番無難なのかなっていう気が、私の中ではするかなという気がしますね。重さっていうんですかね、どうしても重い車ってコーナリングが弱かったりするっていうのがあったと思うんですけども、でもね、しっかりとね、どっしり感がしっかりとあって、コーナリング、重い車なんですけれども、コーナリングもすごくこう、ね、安定志向に振られている走り味になってるっていうところですね。そこはね、なんかね、すごいなって、こういうチューニングの仕方もあるんだなっていうことをね、こう乗せてもらって、すごく勉強になったところでありますね。今ちょうどディーラーの方ですね、今道路の位置を走っているんですけれども、だからね、この出だしですね、出だしはね、多分ね、ノアボクの方がね、早いですよ、そのところどうしますか、ちょっと刀口忘れちゃったんですけども、ね、ノアボクの方がね、少し出だしなんかもういいんじゃないかなっていう気がね、ちょっとしますね。モードがね、ノーマルモードまでしか選べないっていうところもあったりするので、やはりちょっとピックアップの違いっていうんですか、そういうところっていうのはやっぱり出てくる差がね、出てくるのかなっていう気はしますけれども、まあでも乗っててね、決してこう飛ばす車じゃないと思うので、普通にこういうところをですね、巡航して、まあ、走る車、まあ、そういう車になってると思いますので、まあ、こういった味付けが全然いいんじゃないかなという気がしますね。こういったところはもう車のその大きさっていうのは特にあまりこう関係なくて、どちらかというとスーパーとか後で、まあ、リア戻った時に一回車庫入れやってみようと思うんですけども、まあ、そういった時に大きさを感じるか感じないかというところですね。そこがノアボクシとどの程度ね違いがあるのかっていうのを、最後にねご紹介ができたらいいかなと。少しですね、腰をかけてちょっとエンジンの回転を、ね、上げてみたいと思うんですけど、あ、失礼しました。最初ね、僕これ単なる回生力って話したんですけど、実はそうじゃないですね。ちゃんとエンジンの回転上げれるんですね、これ。すごいですね、これ多分初めてですね。これハイブリッドなんですけど、ちゃんと無段階ではあるんですけど、これCVT なのかな。すごいですね。これちゃんとギアの調整ができるようになってるんですね。で、一応6段ということで、これ S6 って今書いてあるんですけど、S モードにするとですね、変速がなんとできるようになるということですね。で、これ D モードにしちゃうと、単純に回生だけだと思うんですけど、S モードにすると、これ、シフトアップとシフトダウンと、両方できるようになっているということなので、やっぱりこれ、ね、
沼牧師とはまたちょっと、ね、差別化が図られているところ、牧師は S モードで補うんだけれども、こちらの、アルファードに関しては、ギアですね、 B モードがなくなって S モードになったということですね。そこでこのギアの、1,2,3,4,5,6段あるみたいで、まあ、スピードの調整をしていくということが、まあ、できるようになったということなので、まあ、こちらの方がですね、はい、物足りなさ、まあ、正直私もすごく感じてたところでもあったんですけれども、まあ、よりそうですね、高速道路なんかですとね、かなりこの辺もすごく威力を発揮してくれる機能になりうるんじゃないかなと思いますね。でこれもご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、こう押すとですね、これ押さなくても自動で表示してくれるんですよ。ちゃんとこの GPS でピッと押してあげれば、登録が確か3件ぐらいできるんですけど、表示したいところを自動的に表示するということも、できるようになっております。まあ、ここをね、いちいち押すのめんどくさいじゃないですか。まあ、そうじゃなくて、ちゃんとここでピッと表示させたいところに合わせて表示してくれるっていうところもですね、やっぱりトヨタならではの、やっぱり性能というかね、トヨタ車乗せてよかったなって思える部分の、まあ、一つになってくるところかと思いますね。今ね、S6 で走ってるんですけど、走ってる状態で、そうそう、エンジン回転上げたいっていうのはですね、こう上がるんですよ、ちゃんとエンジンが回転が。だからタコメーターついてるっていうことなんだと思うんですけど、で、エコモードでもこのシフトですね、これ S って多分スポーツじゃなくてシフトなんですね。エコモードでもこのように、1,2,3,4,5,6 っていうシフトアップシフトダウンというのができるようになっていて、エコモードにすると、よく皆さんが、ハイブリッドを車に乗られている方はご存知の方もいらっしゃると思いますけど、ハイブリッドのインジケーターに切り替わります。で、エコモードやめて、ノーマルにすると、タコメーターに変わるという状況ですね。で、シフトももちろんできるようになるということになります。で、D モードにすると、D もあるんですね。D も、D に関しては走ってないとこれ落ちないのかな。 D に関しても、このようにですね、変速、機構というのが使えるようになっているということですね。あ、そうですね、 D にしても、1,2,3 とちゃんと設定ができるようになっているということですね。でアクセルを離すと、このように回生力まで調整ができると。でエンジンの回転数も上げることができるということですね。まあ、これがね、いいかもしれない。走らせるときに、やっぱこれだけ大きなね、車になってきますので、やっぱこうピックアップが良くなるとですね、走りにくさっていうのも当然感じるところが出てきちゃうと思うので、まあ、そういったところもしっかりとこういった、擬似的なですね、ギアを使って、運動性能ですね、より一層こう高められる。そういった設定になっているというところもね、これ見逃せないポイントになってくるかと思います。でも意外とね、これ普段乗ってる乗り味としては、僕別にボクシーをね、過大評価してるわけじゃないんですけども、あれね、いい車だと思いますね。500万であれだけの性能が手に入るんだったら全然車でいいかなと思うんですけど、一つ欠点があって、ノアボクシーってね、私ももう7ヶ月から8ヶ月ぐらいになりますけど、やっぱね、3列目がね、狭いんですよね。だからそこですね。だから4人乗るだけだったら別にいいんですけど、4人以上乗る場合、5人とか乗る場合になってくると、やっぱり後ろのね、後席ですね、広い方がいいなってやっぱり思うんで、そうするとね、やっぱりね、アルトアートとかベルファイアクラスの車がいいなって思うようになってくるところですね。そこがね、かなりね、大きな違いになってくるかなと思います。駐車できるところがないんで、ちょっと自分の車の後ろにちょっと少し気に入ったと思うんですけど、全然ね、あれですよね、このね、さっき反射から出るときに話したんですけど、車のね、このね、大きさっていうのをね、全然ね、感じないですね、やっぱり。普通にノアボクシーと同じような感覚で、バックができる。
でこれちゃんとパナロミックビューモニターついてるから、あの全然ね怖さがないですよね。全くで、この上からこうやって入れますね。で、こっち向いてもらって、こうするとですね、こんな感じのね、でピンにするとまた変わるので、ピンにするとまあおなじみのこういった感じの周囲の状況が見れるようになるという形なんですけど、まあ、こういった機能も、ね、ついています。でちゃんとこう知らせてくれるんですよね、ピンターのピピピピってこういう感じで。こんな感じでね、知らせてくれるんで、なので全くその怖さっていうのはもう乗っていてないなということで、まあ、全く大きさはね感じないで普通に乗れる車だっていうことを皆様にお伝えできるかと思います。はい、ということで少し長丁場になりましたけれども、久しぶりにこちらのアルファードですね、Z プレミアの、ハイブリッドの方のご紹介いたしました。まあ、引き続きですねガジェット系のレビューをねメインでやっておりますので、そちらの方もぜひご覧になってみてください。それでは失礼いたします。